もうチャンスだよ、チャンス167だったらチャンスだよ、まあ、感じじゃない？そうなんだろう。よくわかんない。フェアウェイにはあります。どうなんだろう。見えないね。消えるね。全然見えないよね。現役の時で生活で気をつけてたこととかありますか？現役の時で、うん、生活でなんだろうね、生活習慣、うん、もう最初ちゃんと食事して、うん、休む時間確保して、うん、なるべくいい練習を、うん、質の高い時間繰り返すっていうぐらいかな。なんかやっぱり365日あるとさ、うん、こう、まあね、練習がちゃんとできてる時とできしない時あるじゃん、はいはい、まあ、でもそこをなくすようには、はい、うん、そう、もったいない、うん、あといいトレーニングして、はい、いい食事して、うん、いいレスト休憩して、うん、っていうのをやんないとやっぱり何でもったいない練習が、うん、ケアも体のケアもするし、うんうん、そう、なんかスポーツ選手みたいなこと言ってるので、スポーツ選手じゃないですか。いやでも4年もね、引退して4年だから、はい、変わりましたね。なんかね。プロテストでずっと切り詰めてピリピリやってたんで、普通になんか家にいることが嬉しいです。家に帰れること、でもなんか毎日家の布団で寝れるのがそれだけで幸せ。ゆっくり犬と戯れてました、うちのワンゴと。超リラックス、一番リラックスできる。ナイスバーディー。
その通り容赦するような気分を話せた気分が210出せば左は広いですか？最近映画をよく見に行くようになりました。なんか映画館いつも DVD とかで見るんですけど、やっぱ映画館で見るの面白い。最近見たのは、一番最近は記憶にございませんっていう中井貴一さんでしたっけの映画、めっちゃ面白かった。なんか笑える映画ですね。あとは天気の子を見たし、あれやっぱ映画館で見なきゃダメです。でもなんか私は君の名の方が好きでした、なんか天気の子、なんか君の名の方がもっと壮大でしたお話が。記憶にございませんは DVD でもいいかな。なんかドラマみたいな感じの延長戦の映画って感じなんで。あとジョーカーってやってるじゃないですか、あれ見たくてバットマンを今見てるとこです。携帯でバットマンの主人公らしいんですよ、ジョーカーって。バットマン見てから見ようと思って、ジョーカーを。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月4日文化の日の振り替え休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、初めて四国へ上陸します。おー来てください、お待ちしております、待ってます、バイバーイ。